動画です。16時50分です。今日はよく撮った、よく喋った、本編ですね。本編を6本撮りました。6本撮ったんで、もう2本は上がってます。ナイトラン、ぼやきながらのナイトランとですね、タラートバンビエン近くのですね、お得なスーパーっていう本編動画をですね2本アップしておりますのでご覧ください。見えない。それですね、あと4本はですね、コメントでね、ラオス移住の経緯ですとか、若かりし頃のエピソードなんかっていう、リクエストをいただいたんでですね、なかなかかいつま、僕エピソードをねそんな持ってないんで、だからもう本当に私の履歴書っていう形でですね、2000年まで、あと2000年から、の旅行で私の履歴書バージョン2、3で、あとはあれですね、2008年の移住からこっちですね、現在に至るまでの私の履歴書のお話をさせていただいてます。これはですね、まあまあほとんど取って出しになると思うんですけども、一応明日チェックしてですね、まあちょっとね切ったり貼ったりすることがあればこれやって明日公開したいと思います。これ雨季終わったのかな、本当に。
宝くじだね。宝くじか。ギャンブル全くしないんですよね。宝くじはギャンブルじゃないかもしれないけど、まあ、そういったあのなんかね、まあ、あれも一つの掛け事みたいな感覚があって、でも博打みたいな人生でね、あの生活はして暮らしてきているんでね、もうあの自分の人生以外にね、そんな余計なところにあの運使いたくねえみたいなね、そんな意識があって、うわ救急車ですね。救急車ってラオス語でロジェップって言うんですよ。ロっていうのがあの車で、ジェップは痛いですね。痛い車らしいですね。まあ痛いから呼ぶんだろうしね。さあ、といった今日は何本のもう。